はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は、ワンタイムイベントの直前に非常に怪しいマップの変化があったこと、公式より発表されたトレーラー動画にパラダイムらしき人物が現れたことなどなど、ワンタイムイベントに関する新情報が次々と入ってきましたので、それについての紹介とその考察となります。まずはマップ変化について。5月の31日ワンタイムイベントまであと5日と迫った火曜日の深夜、謎のマップ変化が起こりました。チャプター3のシーズン1にて雪解けとともに現れたクロムボでしたが、シーズン2に入り IO が総攻撃を仕掛けてきたタイミングで姿を消してしまっていました。しかしその後のアップデートにて、雪山地帯に3つ、砂漠地帯に3つ、合計6つのクロムボの隠れ家が登場していたのですが、今回の突然のマップ変化にて、そのクロムボの隠れ家がコライダーのすぐそばまで移動してきています。一つはコライダーのすぐそば、赤い橋の手前、そしてもう一つはスローン博士がいる足元、セブンと IO の戦いで穴だらけになった場所にクロムボがやってきています。その他のクロムボの隠れ家も明らかにコライダーのそばへと移動してきており、クロムボもまたワンタイムイベント、もしくは次のシーズンに関わってくる可能性が出てきました。ここでクロムボが IO 側なのか、セブン側なのか、心配になる方もいるかとは思いますが、シーズン1のヘイブンというスキンは、チャプター3の島に育てられた島の守り手、要するにセブンの島を守るものであり、さらにこのヘイブンは、クロムボの大好物であるクロムベリーを育てていましたので、ワンタイムイベントにクロムボが登場するとしても、まず間違いなくセブン側として戦ってくれるはずです。あのほぼ無敵の怪物が味方になってくれるのなら、ワンタイムイベントかなり心強いです。そしてお次は、様々な YouTuber や配信者に配られていたティザー画像の一部。この集められた画像もほぼ完成していて、何が描かれているのかだいぶ分かってきました。まず一番の疑問だったこちらの赤い線、これについては、水色の星からフォートナイトの世界の内部へと向かって矢印が書かれているため、この赤い線の左端の部分がメカクマロボット発射部分であり、この水色の惑星こそがセブンの基地のある氷の月だと考えることができます。要するにこの赤い線はワンタイムイベントにて宇宙空間にある氷の月からメカクマロボットが発射され、フォートナイトの世界に攻め入るということを表していると考えることができます。またこちらにはロケット弾のようなものが描かれていますが、これはメカクマロボットの膝の3つの丸いやつがロケットであり、 IO と戦う時にこの膝からロケットが発射されるということがわかります。同じようにこちらの肩の部分にもロケットを発射できるロケット発射装置がついているようです。チャプター1のシーズン9の時もピンクマロボットはお腹からロケットを放ち、デバウアーを攻撃していましたので、今回も同じようなメカクマロボットのロケット攻撃が見れるのかもしれません。そしてこれまでフォートナイトの世界にはホロテーブルを使った作戦会議が、チャプター1シーズン4のヒーローたち、そしてチャプター2シーズン4のマーベルのヒーロー、最近ではコマンドキャバンに IO の作戦会議用のホロテーブルが置いてありましたが、今回のこの画像はセブンの作戦会議用のホロテーブルを映し出したものだと考えられます。そして最後にこちらが昨日の夜公式より発表されたワンタイムイベントコリジョンのトレーラー動画、チャプター2シーズン8のジエンドのイベントに非常によく似た登場シーンで、4人のメンバーが現れメカクマロボットへ向かう様子が描かれており、メカクマロボットの左腕が装着され、そしてメカクマロボットが完成する様子が描かれているのですが、この動画のこの部分、今まで見たこともないようなセブンのメンバーがここにいるんですよね。パッと見イマジンドと似ていますので、まずはイマジンドと比べてみると、耳の丸い装備は似ているものの、イマジンドにはそこからダクトホースがつながっているのに、こちらのスキンにはそれが存在していないということ、こちらのスキンにはシルバーの片当てが装備されているのに、イマジンドにはそれが装備されていないということ、こちらのスキンには左腕の肘までパワードスーツがついているのに、イマジンドにはそれがついていないことなど
など、明らかにこのスキンがイマジンドとは別のスキンであることがわかります。オーダーと比べてみても、オーダーのヘルメットには耳の丸い部分の上に羽のような飾りがついているのに、こちらのスキンにはついていないということ。オーダーの片当ては角張ったものとなっているのに、こちらのスキンにはそれがないということ。オーダーの左腕にはパワードスーツが装備されていないのに、こちらのスキンには肘までパワードスーツが装備されているということ。この女性のスキン、イマジンドでもオーダーでもないようです。現在 IO からセブンに潜入しているパンサーかとも考えましたが、パンサーのヘルメットにはそもそもこのような耳の丸い部品がついていません。ではこのセブンのパワードスーツを着ている女性、一体何者なのでしょうか。セブンの女性メンバーといえば、イマジンド、オーダー、パラダイムの3人。イマジンドとオーダーではないということは、この女性は最近とうとう姿を現したあのパラダイムなのではないでしょうか。パラダイムだと思ってこの動画をよく見てみると、赤く見えたこちらのパワードスーツはこの人物が持っている赤い蛍光棒の反射した光、そしてメカクマロボットの薄紫、赤っぽい光により赤く照らされているだけであり、この女性のパワードスーツは青いパワードスーツだということがわかるんですよね。青いパワードスーツを着ているセブンの女性のメンバーといえば、パラダイムただ一人。もしかするとこの人物、本当にパラダイムなのかもしれません。この人物が蛍光棒を持っていて、オーライオーライと雑用をしている様子から、セブンの7人のメンバーではなく、セブンセントリーのような下っ端かとも考えましたが、そのような下っ端が全身セブンのパワードスーツを着るとは正直考えられないんですよね。しかしこのスキン、パラダイムのスキンと見比べてみても、耳の部分がほぼ同じだけど少しだけ大きさが違い、片当ての部分も非常によく似ているものの、この小さな部品が違っているし、左腕の肘まで存在しているこのパワードスーツも長さが同じではあるものの形が違うという、全体的にパラダイムと非常によく似ているものの絶妙に細かいところがパラダイムとは異なっています。もしかすると一度セブンを抜け出し他の惑星と姿をくらましていたパラダイムがパワードスーツをバージョンアップさせ、アップグレードした形として再登場するのではないでしょうか。実はパラダイムのスキンはチャプター1シーズン10の G エンドのイベントの直前に何の前触れもなく突然発売され、その後一度も再販されてないという激レアスキンとなっているのですが、あの時と同じパラダイムのスキンを再販するのではなく、アップグレードされたパラダイムとして新しいスキンとしてパラダイムを販売するのではないでしょうか。チャプター1にてパラダイムはワンタイムイベント直前の日曜日の朝に突然アイテムショップに登場しました。今回の新しくパワーアップしたパラダイムもワンタイムイベントの直前6月4日土曜日の朝に突然アイテムショップに登場するという可能性も十分にあるのではないでしょうか。あの激レアのパラダイムが再販されるのか、それともアップグレードされたパラダイムが新スキンとして登場するのか、いずれにせよ6月4日土曜日のアイテムショップから目が離せません。